浅いけど行きます。の文字。その浅い場所には何がいる？熊の実さんがもうすぐ目の前です。海は水深が深くなる満潮、浅くなる干潮を繰り返しています。とっても浅くなる干潮時間でのツアーは、海が穏やかになる浅瀬シュノーケリングが可能です。今日の石垣島はどんなかな？うん、春ですね。この時期庭の木を見てみると、ほら見てください、蜂の巣を発見です。この時期は枝の剪定要注意です。今日の海はどんなかな？4月11日、今日は旧暦の3月3日です。この日は沖縄では伝統行事浜降りの日です。女性が海に入って身を清めるという日です。島の方を見ていると、だいたい足首ぐらいまで海に浸かるイメージですが、我らシュノーケリングショップは全身ドボンで身を清めるです。そんな浜降りの日は午後からとっても浅くなるのがこれです。ほら、普段は足がつかない場所でもぐぐっと浅瀬となります。泳ぎにくいではありますが、サンゴとお魚さんはもうすぐ目の前なんです。干潮時間は浅瀬時間。海も穏やかになって、初心者さんもベテランさんも写真撮影を楽しみたい方にも、みんな大満足の笑顔いっぱいツアーとなります。そしてさらに浅場だけではありません。断崖絶壁の深場ポイントも透明度抜群。楽しんでいただきました。全身、頭のてっぺんから足のつま先までしっかりと清まりましたね。海が不安、初心者さんにちびっこ、年齢制限なし、シニアの方、さらに10度高く海を楽しみたいベテランさんまで、少人数で行うツアーはしっかりサポート。干潮時間を選べば浅瀬で楽しめるタイミングもあります。お気軽にお問い合わせください。